こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は静岡市葵区人宿町に来ております。こちらはですね、2023年12月にオープンしたばかりのラーメン店のご紹介になります。さあ、今回ご紹介するお店はこちらです。中華そばマイケル飯店になります。何度か訪れたんですが、タイミングが合わず念願の入店になります。すごくおしゃれな店内、カウンター席のみですね。こちらはなんと伊豆の国市のラーメン店一匹のクジラと麺やクリアのコラボ店舗なんです。では早速注文していきましょう。他も気になりますが、やはり自慢の中華そばは食べないとですね。唐揚げと焼き飯がついているがっつり B セットにしました。お店の名前の通り、マイケル・ジャクソンの曲が流れています。店名も店主さんのマイケル好きから来ているそうです。こうしているうちにもお客さんで店内は満席状態です。コラボ店舗ですから皆さん食べたいですよね。さあ、皆さん来ましたよ。こちらがですね、がっつり B セットになります。いや、さすがに美味しそうですね。やはりがっつり B セットとあってボリュームがありますよね。中華そばの具材は厚切りチャーシュー、磯のり、青ネギ、細メンマ、柚子皮で香りが爽やかです。見た目は背脂が多めですが、かなりあっさりしていて食べやすい醤油ですね。さらに麺には特徴があって、平打ちの中太縮れ麺です。もちもちの食感で太めで食べ応えもあり、さらに縮れ麺なのでスープによく絡むんです。こちら唐揚げはとにかく大きくてボリューミーです。外はザクザク食感で、中のお肉は柔らかくジューシー。こちらは麺やクリアさんと同じ唐揚げになりますね。香ばしく色づいたチャーハン、いや、こちらのお店では焼き飯ですね。一番上の黄身を崩してまろやかにいただきます。この中華そば、唐揚げ、焼き飯のセットは本当言うことなしですね。さすがコラボ店舗、いいとこ取りで最高に美味しかったです。今年絶対食べておきたいラーメンの一つですね。ぜひ皆さん一度伺ってみてはいかがでしょうか。はい、今日ご紹介したお店は静岡市葵区人宿町にあります中華そばマイケル飯店でした。今回の動画以上になります。いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただければ嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。これからも静岡をどんどんご紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をして待っていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。